ドワジールホテルとヨハシは愛知県とヨハシ市のホリデースクエア内にあるホテル。客室はスイートルームを合わせて全379室、大小19の宴会場がある。中でもホリデーホールは収容人数が2000名と中部圏最大級の広さを持つ大ホールであり、最新の音響、照明設備も充実している。地元のコミュニティ放送局、 FM 豊橋の送信書としても機能している。豊橋でも随一の超高層ビルであり、同市内のほとんどの場所からこのホテルのビルを見ることができるので、ホリデースクエアの位置の目印にもなっている。ケモナーのイベントである j m o フの会場でもある。1981年にホテルクラウンプラザ豊橋が経営するホリデーイン豊橋として完成し、1990年に ホリデータワーが完成する。2000年に JAL ホテルズとの契約に合わせて、ホテル日光とヨハシと名称を変更する。ホリデースクエアの運営会社、ホリデータワーと同地の不動産所有会社2社は2002年5月に民事再生法を申請したが、同年7月に、前例のない預金保険機構からの申し立てにより、会社構成法に切り替えられて再建が進められる、事態となった。 2004年に企業再生ファンドのローンスターグループがこれらの再建を買い取り構成計画を完了。当ホテルについてはローンスター参加のソラーレホテルズリゾーツの子会社となった。同チェーンのソラーレコレクションセグメントの中でホテル日光とヨハシとしての運営が継続されていたが2012年9月に株式会社オ谷タに経営権を売却。 これを機にジャルホテルズ参加から離れ、ソラーレホテルズのブランド名である、ロアジールホテルを使い、2012年11月1日より、ロアジールホテルとヨハシに改名した。ジャルホテルズのブランドのホテルとしては、中部地方から完全撤退する形となった。和室を除く客室はすべてダブルルーム、またはツインルーム仕様であり、定員は2名を基本としている。スーアツインとデラックスツインは、 エクストラベッドを追加して3名で宿泊することが可能。タワー館本館。ありがとうございます。